真っ青な空の下、澄み切った海と豊かな大自然が広がる世界有数のリゾート、ハワイ。ロマンに満ちた歴史の中で様々な民族が融合し、素晴らしい歴史や伝統文化を育んできたハワイを舞台に、環太平洋地域の人々が一堂に集う文化の祭典、第17回ホノルルフェスティバルが開催されました。今回のホノルルフェスティバルのサブテーマは We are all neighbors around the world、 世界はすぐそこに。多様な伝統文化を通して日本やハワイ、環太平洋地域の人々の相互理解を図るとともに、さらなる親睦や交流を深める場となることを目指しています。非営利団体であるホノルルフェスティバル財団は、これからも様々な形でハワイと他の国々との絆を深め、環太平洋地域の文化交流を促進し支援するための活動を推し進めてまいります。今年もたくさんの方々にご参加いただき、また多くのボランティアの方々のご協力により盛大に繰り広げられたホノルルフェスティバル。ハワイの春を彩る文化の祭典は、きっと多くの人々の心に素晴らしい記憶を刻んだことでしょう。フェスティバルのメイン会場となるのはハワイコンベンションセンター。ここには広々としたお祭り広場が設けられ、さまざまなパフォーマンスに対応できる大きなステージをはじめ、展示や実演のためのクラフトフェア会場や、観客と直接コミュニケーションが図れる特別エリアなどが用意されています。ハワイの学生たちに環太平洋地域の文化を紹介するエデュケーショナルスクールツアーも毎年行われています。準備が進む会場を訪れ、さまざまな文化を実際に体験できるこの教育プログラムは、フェスティバル参加者と地元の学生たちが直接触れ合える貴重な場となっています。和やかな雰囲気の中、フェスティバルに参加された方々の親睦を図る親善の夕べが開催されました。パーティーにはハワイを代表する人気レストランが勢ぞろいし、ゲストはバラエティに富んだ料理を堪能。ステージでは連続出場グループの表彰式や様々なパフォーマンスが披露されました。フェスティバル期間中はコンベンションセンターに加え、大型ショッピングモールのアラモアナセンターや、観光客でにぎわうワイキキの3つの人気スポット、ワイキキビーチウォーク、 DFS ギャラリアワイキキ、ワイキキショッピングプラザに特設ステージが登場。舞台狭しと繰り広げられる素晴らしいパフォーマンスに、終日大きな拍手が送られていました。ホノルルフェスティバルのフィナーレを飾るグランドパレードは、たくさんの観光客でにぎわうワイキキを舞台に盛大に開催されます。色とりどりの民族衣装に身を包んだグループが次々に登場し、国際色豊かな雰囲気に包まれた通り沿いには多くの見物客が詰めかけ、普段なかなか目にすることのできない伝統文化の共演を大いに楽しんでいました。アロハスピリットにあふれたハワイで開催される国際的なカルチャーイベント、ホノルルフェスティバルは、たくさんの出会いとともに文化交流の輪を広げてきました。大切に受け継がれてきた伝統文化を守り、次世代へと伝えるため、今後もこのフェスティバルに参加してくださる多くの方々とともに、さらなる進化を目指してまいります。ハワイの地に芽生えた友情の絆は、これからもますます強いものとなっていくことでしょう。